湘南乃風が2018年に行った15周年記念ツアー以来、約2年ぶりに全国ツアーを開催することが発表された。2018年ツアー以降、メンバーそれぞれがソロ活動を精力的に行い、自分たちを見つめ直し、研ぎ澄ます期間を過ごしていた彼ら。その間グループとしての活動は一切行うことはなかった。そして、1月には中田ヤスタカとの子、ラボ作品、一番歌、龍が如く7、主題歌を1年7ヶ月ぶりに音源リリースし、iTunes、総合チャート1位を獲得したほか、チャート1位5冠を達成。また、2月スタートのドラマ、パパがも一度恋をした、東海テレビ、フジテレビ系全国ネット。では主題歌を担当することも決定した。そんな矢先、本日2月1日、ファン待望の全国ツアーを行うことを発表し、本格的な再始動を伝えることとなった。ツアーは14都市20公演のホールツアーで、彼らの出身である神奈川県からスタートし、東京府まで約4ヶ月かけ全国を巡る。リーダーのレッドライスは、デビューした頃から何度も言っていることなのですが、湘南乃風は、ライブしてなんぼのグループだと思っているので、2年ぶりにライブができて本当に嬉しいです。この2年間という時間がメンバー一人一人に多くの経験をさせてくれたと思っているので、その期間で得たものを今年のライブでは爆発させたいです。現場で会いましょう、と喜びと決意のコメントを寄せた。チケットは湘南乃風ファンクラブにて、2月3日より先行受付を開始する。